But like, finally we're gonna make him into like a girl that we always wanted. There, I made everybody into search engines here. We don't got no quests. I'm going on at Shibuya. Shibuya, Shibuya, Shibuya. My Digimon need to make more stuff for me. She said Shibuya, right? With some record place. So he was better looking from back then, that's what you're saying. Characters with the yellowish like eyes. 音楽とアニメをこよなく愛するアルバイト店員です。 え? 依頼の内容を詳しく聞きたい? 実は最近店内で微妙ないたずらが多発してて困ってるんです。 陳列している CDの位置が変わってたり、 怪しげな自作風CDが勝手に並べられたりしていて、 あまりにも微妙すぎて 警察も取り合ってくれないし、気になって夜も眠れず、少し疲れちゃって。誰が何のためにこんな微妙ないたずらをしているのか調査してください。
What's Digimon doing there?調べてみたのだが、わずかながらデジタルウェーブを探知した。どうやらこの事件にもデジモンが関係しているようだな。CDのジャケットに書かれていた、おかしな記号というのは、ひょっとするとデジモジのことかもしれない。 とにかく、店内を注意深く調べてみたまえ。必ず何か痕跡があるはずだ。 So basically it's like, So basically they don't got all the good stuff for you to do anything with? It's basically just story driven. This version is. That's why I say it. People say it's like 2 hours or 3 hours. 2 or 3 hour play. Because I know when I got my freaking fifth form so fast. Close to the end. さあ、電脳探偵さん、準備はいいですか？店長の許可は取っておきました。しっかり犯人を見つけ出しましょうね。え？危ないからどこかへ行ってろって。私、あの曲を作った人に会ってみたいんです。だから探偵さんと一緒に探します。 Yeah, she's weird. Whoa. これは何ですか? え? な、何ですか? デジタルシフトって... She had something on her leg, y'all see that? やだ、こんな夜中に人間がいるだなんて。何、ひょっとして出待ちってやつかしら。あなたたち、あちきのファンなわけね。あちきの歌にしびれちゃってるわけね。ふふん、あんたわかってるじゃない。本当の音楽というものが何たるかね。 そんなあんたは、あちきのオンリーライブステージに招待して、あげる。さあ、ついていらっしゃい。あ、電脳探偵さん。Yeah, what the heck?
He's like, follow me in here to hear my concert. Oh, can't touch it. I was like, oh, can we touch it? It's blinking. Suck up fast as hell if we going down the stairs and stuff. That guy is almost gonna let you like, oh, go let, oh, which way? I'm surprised there's no Digimon popping up right ass in this. Yeah, I thought it was gonna be an item over this way when we go the opposite direction. Like monkey see, monkey do. The hell? Must be the other room. Find three cases worth. Going wee! Still looks cool when you play all, you fly all over the place here. Like, die, Heffa. Nani wo anta? Zeibun ranbou janai? Chotto shite are ne? You dragged me in here, fool. その愛情はやがて憎しみに変わり、アチキを独り占めするために命まで奪おうっていうのね。そうはさせるもんですか。アチキはあんただけのものじゃないのよ。ほら、かかっておいで。
You big fat baby. Let's see what Darkness did here. Oh, he's Darkness himself. My bad. Like, oh no, you didn't. Look at the XP. あの CD もあのいたずらも全部デジモンがやったって言うんですか？いたずらだなんてひどいわ。こんなに CD がたくさんあるんだから、アチキの CD だって売ってくれたっていいじゃない。どうしてどうしてみんなアチキの音楽を理解してくれないの？そんなことありませんよ。確かにあなたの音楽は自分の聴覚を呪うような、五臓六腑を口から吐き出したくなるようなひどい曲かもしれません。でもあの独創的で個性的な響きはきっといつかたくさんの人々を魅了する音楽だと私は思います。新しい表現は受け入れてもらえるまでに時間がかかるもの。諦めたらそこで終わりです。最後まで自分の音楽を信じてください。あんた、これ以上微妙ないたずらをしないって約束してくれるなら、店長に頼んで正式に CD をお店に置いてあげます。私があなたのファン1号になりますよ。泣かせること言ってくれるじゃない。ありがとう。それでそのデジモンの特設 CD コーナーを作ってあげたというわけか。いたずら犯への処置としてはいささか甘やかしすぎな気もするが。そんなんじゃありません。私はエテモンさんのあの曲本当にいい曲だと思ってるんです。世の中にはどんな音楽だってあっていい。あの曲はきっと音楽の可能性を広げてくれる、そんな力があるって私は思うんです。ほほう、店の利益のことだけではなく音楽というジャンルそのものの発展まで考えているとは。さすがは CD ショップの店員。音楽は人生の一部ですから。電脳探偵さん、ありがとうございました。これで安心して仕事に戻れます。ぜひまた遊びに来てくださいね。最後にしっかりと店のアピールをしていくとは、なかなかに小根のたくましいお嬢さんだな。その露骨な小根、私は嫌いじゃないのね。
どうだ?そろそろ探偵業には慣れてきたかな?なるほど。実感がないか。君にはこれから大いに働いてもらわなくては困る。うちの事務所のモットーは。すみません。うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべからず。これは私の父の教えでもあって。ちょっと、すみません。新聞の勧誘ならうちは間に合っている。いや、そうじゃなくて、ですね。消火器もネット回線もありがたい壺も、うちにはもうすべからく揃っている。悪いが他を。ここ、探偵事務所ですよね。だから、電脳探偵事務所ですよね。実は依頼したい仕事があって。僕、お客です。依頼人です。ようこそ、信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼内容をどうぞ。つまり、ハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が、逆に電子マネーと激レアデジモンメダルを奪われたと。そうなんです。デジモンキャプチャー安価にてお譲りします。この甘い言葉に騙されて。本当最低ですよ。最低な行為です。人のマニア心につけ込むなんて。マニア心ですか。そうです、マニア心。マニア心ほど繊細なものがあるでしょうか。手に入れたいものはどんな危険を犯しても、どんな手段を使っても絶対に手に入れたい。あわよくば保存用とか鑑賞用とか普段使い用とか、いくつでも手に入れて大切に大切にめでていたい。そんな繊細で崇高でちょっぴり切ない大人のマニア心をくすぐって、あんなことするなんて。See, this is why I don't get him run out the alley. He can be with a man or, well, that tough woman, and then I still don't get why he chooses the girl who is so selfish and in need of him. 許せない。絶対に許せない。お話はわかりました。つまり、奪われた激レアデジモンメダルと電子マネーを取り戻してくれと。電子マネーなんてどうでもいいんです。デジモンメダルさえ、あの子さえ無事に戻ってくれれば。ご依頼受けたまわりました。そのマニア心に報いるよう全力を尽くします。というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。激レアなメダルを換金するのが目的だろう。デジモンメダルを売買している店はこの中野にもあったはずだ。まずはそこを当たってみるのが近道だろう。聞き込みを頼む。私はその間にデジモンメダルについて調べておくことにするよ。あいにく私はその種のマニア心は持ち合わせていないのでね。